フロンクスがすごいのは日本専用に四駆モデルを作ってるんですよ。しかもこれ FF モデルも含めてシートヒーターがつく。それからここにデュアルセンサーサポート2用のカメラがこちらにもついていると。シートはこの表皮ね、これ日本専用の合皮のしかも2トンですよ。皆さんこんにちは、コージー TV。 今回はスズキ版のホンダ WRV なのか、それとも驚異のトヨタライズキラーなのか、スズキが突如出してきたコスパ SUV インド産でですね、今の物価高の時代におそらくこれ価格を200万円ぐらいからスタートさせてくるというね、話題のコスパコンパクト SUV フロンクスをお届けします。ちょうど今年ですね、同じインド産の安い買いやすい210万円台から買えるコンパクト SUV としてホンダ WRV が出たんですけども、ある意味そのスズキ版です。で、問題はやっぱりインド産ということで質感とか走りとかその他気になるところがあるんですけども、そこはかなり気合を入れてスズキが日本に合うようにアップデートしてきているので、そこを中心にお届けしたいと思います。これですね、インドではですねバレーノっていう5ドアのハッチバックのセータカ SUV 版としてですね、去年インドで生まれたんですけども、ある種ホンダの WRV と同じなんですけども、かなり安く作れるんですよ。インドってね、4メーター切って排気量が 1.5 リッター以下だと税制的に優遇なんで、そのサイズ感のコンパクトカーって日本にも合ってるんですよ。で、くしくももうライズとガチライバルと言っていいと思います。全長はねちょうど4メーター弱3995で、全幅がライズは5ナンバーで 1.7 メートル切ってるんですけども、これ1765でちょうど7センチ幅広い。その分ライズより正直かっこいい。で、前高がですねまた絶妙にできていて、この手のコンパクトカーってだいたい 1.6 メートル超えて、ライズとかも 1.62 あるんで立体駐車場入らないんですけども、これ7センチライズに比べると低い 1.55 なんで立体駐車場にも入る。つまりライズよりかっこよくて、それでいて便利というね、なかなかのいいところをついてるコスパ SUV なんですよ。だから価格によっては相当売れるんじゃないかな。それと同時にですね、今年ちょうど入ってきたホンダの WRV があって、インド産だけにね結構ない装備があったんですよ。大きなところでは FF しか選べない、ハイブリッドが選べない、パーキングブレーキが手引きであるとか、シートヒーターがつかないとか、いろいろあるんですけども、フロンクスがすごいのは、今までインド産の車バレーノを入れて今一つ人気が振るわなかった反省もあって、これはね日本専用に四駆モデルを作ってるんですよ。しかもこれヒルディセントコントロールとかグリップコントロールがついてるのはもちろんなんですけども、 FF モデルも含めてシートヒーターがつく。ここは相当頑張ってる証拠だと思います。で、今モノトーンのブルーに変わりましたが、外観でいうと肝はですね、全長はほぼ4メーターでライズとガチで一緒なんですけども、それでいて全幅がですね7センチ幅広いので、かなりマッチョでかっこいいスタイリングになってる。結構躍動感のあるスタイリングになってる。特にこのリアでいうとダブルフェンダーって言ってましたが、ここのフェンダーとこの無塗装のクラッティングが入って、しかもここにへこみが入ったりして、かなりアグレッシブなワイルドデザイン。それから外装で頑張ってるのは全部フル LED なんですよ。これね、ウインカーも含めてフル LED になっていて、で、顔に関して言うとね、小沢浩二的にはまあ鈴木流の三菱ダイナミックシールド顔と言いましょうか。ここにある種このパッと頬を手で寄せたようなちょっとエラみたいのが入っていて、で、ここに鋭いこの吊り目ライトが入るんですけれども、実はねこのライトはフル LED のポジションライトにもなると同時にウインカーにもなる。そして本当のヘッドライトはこちらがロービームで、こちらがハイビームという、ある種ね三菱のダイナミックシールド顔的な配分になっている。で、グリルも頑張っていて、ここのクロームのガーニッシュもそうなんですけども、ここにグロスブラックのちょっとこの何でしょうね、このメラメラ波打った結構ワイルドな造形が入っているのももちろんなんですけども、ここに実は最新のスズキデュアルセーフティーサポート2のレーダーのカバーがついてるんで、これまた微妙に日本専用に、アップデートされたグリルに
なっていると。でこのねタイヤも肝で、実はねこれすごいのが、トヨタのライズが最小回転半径が5メートルか 4.9 メートルなんですけども、こちらね16インチタイヤに限定しているので、最小回転半径が 4.8 メートルで、より幅が狭いライズよりも最小回転半径は実は短いんですよ。このタイヤをサイズを抑えたおかげで。それでいてあとね、最低地上高はちゃんと170ミリあるんで、まあ、ライズは確か185ぐらいだったと思うんで微妙に負けてはいますが、 SUV らしいある種車高の高さを持っている。でそれでいて全高が 1.55 なので立体駐車場に入る、結構かっこよさと利便性の美味しいとこ取りをした、ワイドかつ背が絶妙な高さの SUV フォルムでありサイズだと思います。それから頑張ってるのはこのサイドのクラッティングが、フロントに、まあ、ここはグロスブラックなんですけども、ここ無塗装で、しかもこの無塗装風のこのちょっとマットなシルバーが来て、でサイドは無塗装のブラックが来るんですけど、ここにまたシルバー入って、これモノグレードなんですよ。ここにメタリックのハンドルが来て、質感は非常に高くて、ある意味ホンダの WRV よりも上の部分があると思います。あとこれねモノグレードで、この16インチのアルミの製作ホイール、これみんなつきますし、この縁取りも上にはつかないけれども、このクロームのモールがつくと。でさらにリアで印象的なのは、この左右つながった LED のこのガーニッシュでラインが光るし、しかもウインカーちゃんとこれ LED ですね。でリアもこの無塗装のブラックとシルバーのツートンの、ある種この、まあ、ディフューザーまではいかないけども、リアのアンダーガードみたいな存在があって、ここに反射板がつくと。だから外装相当頑張ってます。しかもこれちゃんと三角窓風なのがここについてます。ちなみにインドのフロンクスと違うのは、さっき言ったグリルが、このデザインは一緒なんですけども、ここにセンサー用のカバーがつくっていうのと、あとタイヤが低転がりで、しかも振動を抑えた日本専用のタイヤになっている。それからここにねルーフレールみたいのが日本仕様はつかない。それからここにデュアルセンサーサポート2用のカメラがこちらにもついていると。絶妙に日本仕様ということでアップデートしています。でそれからこのヘッドアップディスプレイが全車標準でつくっていうのも、このクラスのコンパクト SUV としてはかなり装備おごってますよね。まあその分価格が僕が思っているよりも高くなってしまうかもしれないけども、その分装備は良くなっていると。これから注目は内装と走りで、走りでいうとこれ驚きが、インド産の WRV が FF しかないところを、これ4駆モデルがあるっていうのと、あとパワートレインも結構驚きで、このフロンクスインドでは1リッターの直三ターボと 1.2 リッターの直三の NA しかないんですけども、 1.5 リッターの直4のマイルドハイブリッド、ほぼ日本専用に開発して搭載してるんですよ。かなり力入ってます。内装もね結構日本オリジナルにしてるんですよ。そもそもインド産として頑張っていたんですけども、さらに質感にうるさい日本人のためにね、シートはこの表皮ね、これ日本専用の合皮の、しかもツートンですよ。ワインレッドとブラックのツートンが、ここのヘッドレストとこの上部とこのサイドの部分までステッチでついていて、このシートもですね、この前の部分がワインレッドの合皮になっていて、インドと同じなのはこのセンターのこのキルティング風のファブリックだけ、シートの表皮は日本仕様専用になって質感を上げてます。それからまあこれはグレードにもよるというか、インドでも高いグレードはおそらくそうなんじゃないかと思いますけども、ホンガはステアリングは日本仕様は標準だし、ここは樹脂だけれども、ここは革ですよね。それからね、すいません、ワインレッドっていうよりボルドーレッドかもしれないんですけども、このボルドーレッドの部分は一緒なんですけども、この黒いラメの入ったこの高輝度のパネルは日本専用で、ここにもですね光る
シルバーが入っていて、これまあインドとおそらく一緒だと思いますけども、このシルバー、ブラック、ワインレッドのこの3トーンは日本専用だし、しかもね、ここのドアの周りもキラキラが入った光るブラックのパネルがついてるし、ここだってね、これ、ね、WRV ってね、確かね、このクロームのメッキなかったと思います。これインド産とは思えないクオリティの内装加色がついてます。で、このスイッチ、パワーウィンドウスイッチ周りもちゃんとブラックのラメが入っていて、ここも合皮ですね。あ、ここの内側も合皮で、ここはソフトパッドなんだけれども、結構質感が高くてそんなテカってないマットな質感だし、何よりもここも合皮で、肘掛けも合皮でステッチが入っていて、これはかなり頑張ってますね。それからやっぱりなんて言ってもこの FF モデル、今回 FF モデルに変わったんですけど、これ電動パーキングブレーキがついて、しかもブレーキホールドついてるし、シートヒーターまでついてる。特にホンダの WRV を考えるとインド産ってことで、シートヒーターは設定すらないわ、手引きのハンドブレーキだわ、四駆の設定がないわ、ハイブリッドがないわっていったところだったんですけども、かなりこのフロンクス頑張ってますね。それから日本仕様はこのヘッドアップディスプレイが標準なのと、あとこれおそらくこれ5インチぐらいあるのかな、まあ、普通常のスズキの K だったら 4.2 インチだったと思うんですけども、このセンターのディスプレイがついた両側アナログがついていて、しかもこれカラー液晶になってるし、でこれはねオプションだと思うんですけども、9インチか10インチのスズキのメモリー付きナビで、おそらくこれ360度も多分できると思うんですけど、これは販売する頃にはもうちょっとナビの仕様がはっきりすると思いますが、やっぱりねこれだけ電装品が最新のものにアップデートされていることを考えると、これもおそらくスズキコネクト付きが付けられるようになるんじゃないですかね。それからなんて言ってもここですよね、デュアルセンサーブレーキサポート2が付くので完全停止はできるし、そう完全停止はそうか、それもあって電子パーキングブレーキが付いてるんですね。完全停止ができるし、レーンキープアシストもできると、最新の先進安全がついている。それからフルオートエアコン、まあこれは左右独立ではないですけれども、当然のことながらついていて、まあここではヘッドアップディスプレイの操作系だな。あとこれねパドルシフトついてるんだ、かなり頑張ってますね。でそうだ、これスズキコネクト対応だ、だから SOS のコールができて、これでおそらく場所によってはドクターヘリも呼べると。でこれは LED ではないけれども、ランプがついて、うな丼さん大好きランプもつきました。ただしこれは LED ではないです。ただしこれランプがついた、そこらはすごい。でカップホルダーでしょ、これでチーもつくでしょ。装備はかなり頑張ってますね。リアシートもですね、これ全長4メートルとかなりコンパクトなんですけど、かなりスペース効率が良くて、こちらもまた頑張ってますね。リアシートも普通になってると思いきや、これまた合皮のボルドレッドとブラックのツートーンでのセンターがファブリック、しかもこれ割とファブリックのテカリ感も悪くない、ステッチも入ってるものがあって、リアシート座るとフロントに176センチの小沢が座ったポジションで拳が2つから2つちょいで、ここポケットついていて、ここもノイでついていて、まあエア吹き出し口はないんだな。で肘掛け、ここだ、すみません、ここにありまして、肘掛けの中は別に USB 等はないですけども、フロントにチーがつくと、チーがついて、そうか USB がフロントでいうとここですね、ここに A がつくと、でこれがシガーですね。でリアはエアコンの吹き出し口はないけれども、タイプ C とタイプ A がついてポケットがつくと。でそれからドアトリムも、ここはハードだけど、ここに革調、ここに革調ステッチ入りで、しかもこれがラメ入りのピアノブラックというね、かなり質感には気を配ってますね。それからこれも、まあ、LED ではないけれども室内灯もちゃんとつくと、しかもこれはドア連動ですよね、結構頑張ってるな。ちなみに頭上はこんな感じで、まあ
ギリギリなんですよね。だからまあかなり前後を抑えてるので、身長176センチの小沢は、まあ、ギリギリなんですけども、ちゃんと座れる。でこれ肘掛けはさすがないけれども、ちゃんと3人目の真ん中ヘッドレストがついているのはなかなかよろしいんではないでしょうか。ちなみにラゲッジは290リッターでまあほどほどです。ガチライバルのライズに比べると、あちらが396リッターなんで100リッターぐらい狭いんですけど、というのもね、やっぱねリアシートがあまりにこっちは広いので、リアシートを取った分こちらはまあほどほどの使い勝手になったと。ただしね、これまたね二重底になって、これを畳むとさらに深くなって、まあこれで290リッターなので、相当これ実用性とクオリティを日本人向けにアップデートしているのが分かります。ちなみにフロンクスカラーはね、ツートーン、このルーフがブラックのツートーンが5色、白とブラウンとレッドとシルバーとこのオレンジ、さらにモノトーンがこのブルーとさらにブラック、まあある種7色展開になっております。